ある日、勉強も運動も普通の僕に起きた。これがトラップか。普通じゃない大冒険。すげえ。ソーヤはここで何をしてるの？僕はここでゲームを作ってる。ゲームを作る？それは正反対の二人が手にした世界一のゲームクリエイターからの挑戦状。クリエイター？お前たちをクリエイターの新作ゲームエリア Z に招待しよう。僕も参加すんの？この街に Z が出現しました。相馬先生、閉ざされたエリアのどこかにこの街を救うヒントがあるはずです。やってやるよ。これは数列気づかれた。チャンスを一度だけ。絶対何か方法があるはず。 That's right。 なんだろうあれ。ソーヤ様、こんな子供にクリアできると思わない。さあどうする？幸運を祈ります。エイさん、もう時間がない。助けてください。さあ、危険すぎるよ。ただのゲームじゃないのかよ。先に行ってゲームをクリアするんだ。一緒にクリアしなきゃ意味ないだろ。行こう。町のトム&ソーヤ。うお、最後のトラップに引っかかったね。ずるくない？ Hi there, movie lovers. Here's today's daily fact. To get to know the three lead actors in the Harry Potter series, director Alfonso Cuarón made them write an essay about their characters. Emma Watson, Honor and Hermione went a little overboard and wrote a 16-page essay. Daniel Radcliffe wrote a short summary, and Rupert Grint never even turned his in. If you like my t-shirt, you can get one for yourself at the link in the description.